二長調,調は西洋音楽における調の一つで二音を主音とする長調,調である。調合はシャープ二箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音界で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では異名同音的に変えられることがある。 D という文字が神を連想させるため、崇高な精神を表現したい時に好まれる。バロック時代から初期ロマン派時代にかけて、弦楽器の響きが最もよく、トランペットとティンパニが使える蝶として重要視され、祝典的行事のために盛んに書かれた。シャルパンティエはこの蝶について、喜びと優壮さを表すと述べている。マッテゾンは、幾分鋭く、 頑固な性質を持っている。騒ぎや楽しげなもの、好戦的なもの、鼓舞するようなものに最も適している。と述べている。バイオリンの弦の音をすべて含んでいるため、バイオリンに演奏しやすく、機能化成上の主音、俗音、家族音の5度が開放弦のためバイオの響きが豊かな調べであり、古くから華麗で明るい響きが得られる蝶とされている。したがって、 バイオリンが重要な役割を果たす曲にはこの蝶の曲が多い。バイオリン競争曲の代表作であるベートーベン、ブラームス、チャイコフスキーのものが、それぞれに蝶々であることはよく知られている。ちなみにダブルベースは19世紀初期まで地域によっては、バイオリンの響きの良いに蝶々に合わせるために上から AFDAFF に調言された。これをウィーン式調言とも言う。 トランペットは現在では B 管が主流となっているが、初期ロマン派時代までは還元楽の主役を担ったバイオリンに合わせて D 管が多く使用された。D 管は B 管よりも管が短いために抵抗が小さく、このため明るく軽い音色が出しやすいとされる。また D 管に限らずとも多くの金管楽器の基礎となっている B 缶でも管を解放した状態での比較的低いバイオに、 D の音を含んでいるため、やはり明るい音が出しやすい。18世紀中期から19世紀初期までのティンパニは、川の締め具合で二丁、八丁、変歩調の三種類が多く調律された。二丁の時は、主音の二音と俗音である四度下の用途の二つのティンパニが使われ、最も良い響きがした。したがって、トランペットとティンパニにふさわしい曲が目立つ。フルートは、 初期ロマン派時代までは、トランペット同様、還元楽の主役を担ったバイオリンに合わせて D 管であったが、音域拡張のために足部管が付け足されて C 管となった。なお、フルート属のピッコロには足部管が付け足されず、現代でも D 管のままである。大ーえに立っても、艦長から見た調整は B 管であるが足部管を外すと D 管になる。このように、還元楽では、 明るい響きの得られる調べであり、初期ロマン派までは、オペラの序曲、公共曲、競奏曲、ディベルティメント、弦楽四重奏曲等で多く書かれた。モーツァルトも、この蝶を好み、多数の曲をこの蝶で書いた。他方、ショパンが、滅多に利用しない調べである。彼は、ピアノの運指の合理性を追求した結果、通常の波長調の音階から最も遠く離れた、ええ、 長調の音階を基準に、中禅音律で調律したピアノを使用したためで、この場合に長調の手話音の響きが極めて悪く、使用にこらえがたいためであったと考えられる。ギターでは、二丁の曲を演奏する際には6弦の長弦を、通常の E から D に落として演奏することが多い。これにより、主要3話音の根音が全て開放弦で、鳴らせるようになり、演奏がしやすくなる。 カテゴリー2町長を参照ありがとうございます。